しんのすけの部屋。はい、3本撮り3本目のしんのすけの部屋でございます。しんのすけでございます。よろしくお願いします。時事ネタいきましょう。11月のアメリカ大統領選で返り咲きを目指す共和党のドナルド・トランプ前大統領は先日、南部フロリダ州で大麻の合法化を容認する考えを示しました。トランプ氏は個人使用のための大麻所持を摘発するのに税金を無駄遣いする必要はないと述べています。アメリカではリスクに応じて規制薬物を5段階に分類しており、大麻は乱用の恐れが高く医療用の使用も認めないスケジュール1に分類されてきました。しのすけさんはこういった考えに賛成しますか？ここに関しては薬物に関してはちょっとね、例えばオランダだったかな、大麻合法の国もありますし、だからやっぱそれぞれの国によって価値観が違う。でも薬物っていうのはその常用というかその常習中毒になりやすいっていうところでは、ただ我々が吸ってるタバコ、あれも百害あって一利なし、吸ってる本人が一利あると思ってれば百害もういいんだよっていう考え方もあるんですけど、まあなくてもいいものじゃないですか。ただその国であり、要は管理する側が運営していくためにはそういう常習性の高いお酒にしてもそうですよね、酒税でありタバコ税であり、このね税収がやっぱすげえでかいって話を俺経済学専攻だったんだけど大学時代ね勉強したことがあったんですよ。タバコ税であり酒税っていうのはあれはね本当ないがしろにできないぐらいやっぱり税収があるっていう話なんですよね。合法の国はカナダとウルグアイは完全に、そうだカナダだ、そうなんだ。でもやっぱ大麻税みたいのがそれぞれあるわけよ、合法な国では。でそこの税収はバカにできないぐらいあるんだよね。だってタバコなんか今1箱580円だけど、なんだったら500円以上税金だもんね一箱に対しての税金が、だから何とも言えないな、さあ大喜利 T シャツ販売予定からのお便りです。大喜利 T シャツ間もなく販売終了しますんで、ぜひともお買い求めください。アナキン太郎さん、何個も何個もフィルター通して上位目指す激エラスマスロの設定力が何でも何で揃いも揃って 114% 台なんて思ったことありませんか。特に3強の6は薬薬素のように 114.9% ゲーム性が全く違うのに少数第1までぴったり合うわけなくねって思うのが個人的意見です。機械張りで、打ちたい機種や狙い台も変わってくる人多いんだからマジでどうなってるのか知りたい。これに関しては試験がありますよね、長期試験、中期試験、短期試験っていういわゆるパチスロ機を検定通すための実写試験というのがあるんですけれども、結局そこで、定められた短期は何ゲームだったかな、450ゲームだったかな、ちょっともう全然覚えてないんだけど、で長期だと何ゲームそれぞれ決まってて、そこの間に定められた出玉率の間に収まってればパスなんですよ。で、このメーカーが公表している 114.9% っていうのは各メーカーが自分たちでシミュレートした数字を上げてる。今ちょっとわかんないけど、俺がそれこそ雑誌なんかで記事書いてた時はそうだったんですよね。次、未来さん、パチンコのハンドル固定がやっぱり許せないのですが、なぜ店側は注意しないのでしょう。最近ハンドル固定してる人いないようなっていうか、そもそも俺がパチンコをほぼ打たないんでね、いるのかな最近。俺ねついにこれやったの、これこれやったことある？ないですやばいよ、おーおおみたいなあれでも固定すんのかな？バネ弱いじゃん、そもそもが。で、やっぱりこう、ね、ちゃんと同じとこ行ってるかどうか見ないといけないから、こうね。俺は固定しないんで、なんでこの未来さんは許せないのかな？逆に知りたいな。はい。
次、本物のパチンコパスする好きとは、パピプペパさん、シンさんは来店後、店舗の設定状況は必ず確認するのでしょうか。やっと、確認できる、要は、状況か、状況じゃないかによって全然変わりますね。で、しかも後日なんで、ただやっぱ聞いた方がいいよね。俺らみたいな仕事は。まあ、ただわかんねんげ。今、ボーダーレス化が半端ないじゃん。ね、僕なんかもう業界入って30年になろうかっていう感じですけど、それこそ昨日まで普通の一般だった人が今日からちょっと SNS 始めて演者デビューしようと思ってますバーンみたいなあの感じの人もなんか同じカテゴリーになっちゃってんじゃん今ね、同じカテゴリーになっちゃう、まあカテゴリー違うんだろうけどさ、無軸ね、ね、で、なんか、同じ目線で俺なんかにも言われちゃうわけでしょ。ね。うん。無事よね。なんか昔さ、パチスロライターがすごい増えた時期があって、俺、その時期にパチスロライターって言われるのがすごく嫌で、パチスロ専門家っていう言葉を生み出して、今、パチスロ専門家のしんのすけですってよく言うんですけど、それと似たような風潮になってるよね。パチスロ演者のしんのすけですって言った方がいいのかな。え？うん、あのさ、だから無人だよ、今。うん。だ専門家だし、やっぱりそのパスローと骨をうずめてね、なんだったら墓まで持ってきたいっていう、ちょっと言葉違うけど、言うんで、やれることは全部やるっていうつもりでいるんだけど、これを、じゃあ、ね、今日からええんじゃねえっすっていう人が同じことをやった場合って、やっぱり、なんか叩かれそうな気もするし、どうなのかな。まあ、そこまでいけないよね、普通に考えて。難しいよね。はい。YT さん。1000円で5回転、6回転、500円で0回転のパチンコはなぜ許されるのでしょうか。打たなければいいだけのことですが、最近のパチンコ店はひどすぎると思います。いや、それで言ったら、昔からですよ、そんなのは。500円で1回転も、俺は一発で打ってんのかな、みたいな。うん。ありますよ、全然。昔から。だやっぱ店選びなんですよ。パチンコにしてもパチスロにしても、もう、ね、打ちに行く店を決めてるのはもう自分自身なわけですから、っていうことなんですよね。アナキン太郎さん、私はこれからのパチンコ業界が衰退かどうかはレートじゃなくてイメージだと思います。タバコ、酒、ギャンブル、今の若い子は徹底的にそういう社交的趣味の、思考的趣味か。考えの真逆を行くように教育されてますから、とにかくイメージが良くなくて、そもそも入り口に入らないんだと思います。ボートレースも国営だから、イメージ良くするために芸能人使って明るく宣伝しまくってますけど、パチンコ業界は3点方式でグレーだからしょうがないですよね。だから衰退していくのは止められないと思います。まあなかなかね、難しい話をされてますけれども、まあそもそも管轄、管理してる、管轄、うん、管理してる省庁というか、あれが違いますよね。まず、僕がよくやってるボートレース。あれ、国土交通省の管轄です。ね。で、競馬どこだっけな？農林水産省だ。そう。農林水産省。で、パチンコパスをどこが管轄してんの？管理してんの？って言うと、警察庁なんですよ。風営法ですから。風俗営業法ですから。ね。だから、当然ルールも違うし、その広告宣伝のあり方っていうのも違ってくるし、だから一概に、その、なんでしょうね。このアナキン太郎さんは、すごく的を射てるようでいて、ちょっとまた、そこを考えるためには、いろいろ、こう、加味して、いろんな要素を加えて考えなきゃいけないっていう部分でもあるんですよね。で、結局、ボートレースであったり、競馬であったりっていうのは、やっぱり、電話投票が、そのインターネットでできるようになったっていうのが、やっぱり、すごい盛り上がった一因の一つ。じゃあパチンコパチスロはインターネットでできるの？いや、できないですよね、っていうところもあるし、で競馬にしてもボートレースにしても、いわゆる公営ギャンブルと言われているものに関してはテラ戦、いわゆるその100円分を遊んだら25円分は税金というかね、テラ戦として大元にやんなきゃいけない。だからまあ、機械割り 75% なんて言われてますけど、公営ギャンブルに関してはね。宝くじは 50% ね。で、一方のパチンコパチスロは、もう、ダメで 97%、98%。上は 114% なわけじゃないですか。そんな勝負ごとないわけですよ。そんな甘い勝負ごと。で、俺個人の意見で言うと、じゃあ、みかじめ料じゃないですけど、
手数料を取ってもっと緩和してよと、いろんなことを緩和してよっていうのが俺の考えではあるんだけど、そうするとみんな嫌でしょ。手数料あって98%から 114% で収まってるものが、じゃあ 95% から 109% になったら嫌でしょ。嫌だよね。そういうところもやっぱ考えていかなきゃいけないからね。だから難しいんだよね、はい。次、AK さん。一撃を求めるのはありと思いますが、チャンスを取るのに1、2万かかる時点で無理ゲーだと思います。4号機、5号機の頃は1万円以内の初当たりよくあったし、ボーナス獲得枚数もある程度あったから持ちコインで結構遊べたけど、今はやっと当たっても AT 入らなかったら終わりみたいな台ばかりでしんどい。せめてビッグ獲得枚数300枚前後に戻せないんですかね。はい。で、今、前々回の部屋でも言いましたけど、ボーナストリガーっていう新しい機能が新たにこう、組み込まれそうな流れになってまして、年明けからボーナストリガーっていうね、まあパチンコでいうとこのラッキートリガーですよね。あのね、神台といい台とダメな台の差って俺ここだと思うんですよ。チャンスゾーン取るのに 1,2 万かかる時点で無理ゲーだと思いますっていうでしょ。からくりがなんで神台かっていうと、ファーストサマースイカで14枚あれば当たるんですよね。14枚でいい。なぜ14枚かは、褒めちぎりをご覧になってもらえばわかると。じゃあ、番長4。番長4最短、何 K で当たったことある ?1K はありますよ。おお、あんだ。どういう状況逆に知りたいわ。いや、チャンス目を2ゲーム目ぐらいに引いて、その対決でまたチャンス目引いてみたいな。ああ、なるほどね。それ以外、だいたい 5K、6K 入んない、はい、許さんよね。まだそこで、オスモードだから、5割型当たってくれるから、よしなものの、結局初当たりまで 8K かかんない、早くても。思わ？俺ね、毎回ね、思うのよ。6回目のそのコインサンドのボタンを押してるときに、ふざけやがってって、毎回思うのよ。毎回思うの。うん。で、割とその5回コインサンドを押してる間にチャンス目だったり強チェリーも引いてたりすんのよ。うん。そこね。だからいい台と悪い台のミソってそこで、今後やっぱね、いちいち 5K 使わせる台はダメだと思うよ。いや、見せんとってはいいんだけど、だからやっぱ AK さんの言う通りさ、ここやっぱ両台か悪台かの差だと思うんだよね。うん。番長ゼロ割と早く当たったりするじゃん。ね。チャンス目だったり強チェリー引いて、あれ 40% だっけ？ 40% だよね。で、短縮引っ張ってきて。まあ、2000円かかるか。それでも。早くても。ね。で、もっと言うと、ちょっと前の台だったら、1000円でフリーズしたりさ。ってことを考えると。今、神台何？ 1000 円キックが多い台って何？北斗ならいけますよ。ああ、北斗でも2000円かかんだろう。前兆があるからな。でも2000円で当たりますね。2000円だよね。うん。その一世のせいで始めて必ず 5回目、6回目押さなきゃいけないっていうのは、俺はいかがなものかと思うね。はい。はい、また次回です。終わります。お疲れ様でした。